はい、トムさんプロスペッツ使用率見学かもしばいでランクマッチ、今回もやっていきます。はい、マサトさんとマッチングしました。そうだな、これはああなるほどなるほど。まあ別にネバネバネットの通りがそこまで悪くない。だから今回のパーティーはアブリボンでネバネバネットを張ってポリゴンズって無双するっていうパーティーなんだけど、そうだね、まあ冒頭すぐらいかネバネバネットも来ないのか。ただ伝説枠が、まあ伝説枠パルキアはドラゴン水か。鋼はリアルだから大丈夫。じゃあ、ブリボンポリゴンデッド普通に出していく。それで、最後の1体をどうするかだけど。無茶ならいいや。はい、対戦よろしくお願いします。はい、初手が、パルキア、パルキアはいい、次パルキアはいい。さあ問題なのが、まあそうね、ここでね、アブリボンが最初に取る行動がパルキアの素早さ強くによって変わるんだけど、しびれ子なのね。うん、だとりあえずさ、ポリゴン Z が抜けるようにしないといけないんだ、パルキアを。だからこのパルキアはしびれ子でしびれさせて素早さを半分にしないといけない。よし、当たった。まあ、ああ、よかった。体型振っといてよかった、程度。危なかった。まさかダブルウィングを覚えてんのか。こいつ、タスキも出せるけど、ダブルウィングはタスキ貫通するから。それで、ネバネバネットを貼れる。いいね。これで、ね、まあ、状況は万全。いいんじゃない?これ、割といいよ、いいよ。いい流れ。まあ、これでアブリーマは倒れるけど、仕事は十分にこなしたと。いいね。ポリゴン Z で全力ができる環境が整っているかって言われるとこれは微妙なところ。実はどうだ、パルキアの無理だな。ちょっとここはね、破壊コースで押し切る。それしかないね、とりあえず。伝説ポケモンはね、もうご了承した方がいいから。絶対引っ込めてくるとかないです、さすがに。よし、このアニメが、ね、破壊コースを耐えれるわけがないと。いけ。よし。またここでパルキアを突破する。だから問題がね、この後なんだよね。反動で動けないから。ただ、ポリゴン Z は、大抵の攻撃を一発は耐える。波の耐久はあるから、まあ、さすがポリ2の進化後。まあ、ポリ2から進化して耐久落ちてるんだけど。まあ。嫌なやつ来たな、これは。で、破壊構成さ、引っ込めれないの、ほんと勘弁してほしい。引っ込めれないのはマジで困る。ちょっと待てよ。ボルトラスはどうなんだ。持ってるか。気合では持ってるのはやばいね、ちょっと。気合玉はダメだわ。気合玉は割と想定外のところがあって、実は。気合では想定したいのどうなんて話ではあるんだよね、実は。どうしようか、これは。まあ、ボルトロスが今、気合玉打ってきて、そうだね。まあ、このオブジェは特殊防御にかなり振ってるから、普通に耐えると思うんだよね。それは全然。タイプ1の電気技とかでも。まあ、ここは無視穴であと2タッチしないといけないから。これは余裕、マジで余裕、これは。これで催眠を当てる。よし、当てる。フォーカスレースでね、催眠術の命中率7割超えてるから。この催眠術マジで当たるから。びっくりするくらい当たる。なんか命中90くらいあるんじゃないかってくらい当たる。それでここなんだけど、まあ、瞑想を積んどくのがね、多分一番いい。ランドースの、このムシャラは、今回は、特防と特攻に食ってきてるから、ただ、瞑想の一積みの最高技率が落ちるんじゃないかな、ダンドース。ダンドースじゃない。ボートースか。多分落ちるね、これ。無理か、さすがに無理か。一積みじゃ無理。やばい、行ってくれ。行ける。ここで目覚ますの。当ててくるし、雷。
いやでも雷、いやこれここはいいんだけどさ、次のポケモンの攻撃耐えるんでしょこれ。急所だよ、まあ弾道差落ちるけど、いや次のポケモンの攻撃耐えれんじゃん、66じゃ。いや特殊ポケモンだったらワンチャンあるのか、ラティアス。厳しいな、さすがに。で、ラティアスって何？なんで今、あれなんで今ラティアスさ、あれラティアスって特性冬なのか。あ、そうか。だからか。おっと、悠長なことやってきたね。え、これはワンチャンある。ムーンホースで落とせ。ムーンホースで落としまい。こんなもんやって。よし。あ、それ進行で相手をまひる。よし、頼むかも落とせ。思ったより硬い。思ったより硬い。オボンか。そうだね。そんじゃ、いやでもね、こうなったら、相手がまひるっていう可能性があるから、ワンチャンある。それ、特攻下がってる人がさ、耐えないからこれ。耐えない、このシャドーボール。耐えた。マジで言っとんの。これ耐えるんだ。すげえな。さすが虫なの。はい、対戦ありがとうございました。はい、トミーさんとマッチングしました。ラシアンがレースポケモンならヒラルマ出しておきたい。あれ、まあ、ヒラルマ初手なんだよね。ラシアンってさ、そうなんだよね。後出しで対処できるポケモンってこのパーティーにはいないっていうか、多分ほとんどいないんだろうけど。だからヒラルマ、初手ラシアンのためにヒラルマを表に出すしかなくて、まあ、それ、その裏はどうするかって話なんだけど、そうなんす。だるいな。影踏みでね、ちょっと、あ、こっちの行動が制限されるから。そうだね、ゴチューゼルがいいのか。ゴチューゼルは、なんだっけ、コスモパワーからの、アシストパワーが、強力なポケモンだから、なんとか処理したいところ。どうなんだ、これ。雑誌、厳しいか、さすがに。さすがにこれだと、ポリゴンデッドを出すのは厳しいな。ウーラオスとかいるし。じゃあ、まあ、ウーラオス対策はメルシーでできることが分かっているので。いや、もう出してもいいか、ポリゴンデッドは。はい、対戦よろしくお願いします。アイアント。アイアントはね、出しがち。むっちゃ出しがち、これ。いやー、出しがちだね。いいね、いいね。相手して多分、フォロー技をさ、半減以下で抑えられるポケモンがいないんだよね、今回。そうだったら、フレドラ一択。あ、で、ここでね、アイアントが引いてこないとかだったら、どうなんだろう、いや、まあね、ちょっとアイアントが助け持ってて、そんで、地震で引いたのがやられて、ザシアが対処できなくなるみたいなコースはありえるわ、リーキさすがに。うわ、引っ張ってきた。うわ、こいつ自重ってくるな、多分。あ、助けじゃない。ならいいよ、ならいい。全然いい、全然いい。あれから、まあ、スカーフまでは考えられなかったか。そうだね、アイアントは多分、地震でね、ヒララも落とせるから、まあ、素早さ買ってるから、上から地震打って落とそうと思ったんだけど、まあ、そうだね、こっちはスカーフだから。いいよね、スカーフって。もう素早さ関係覆せるんだもんね。まあ、相手やられるとクソうざいんだけど。相手は次は、はい、ゴチューゼル来たなぁ。でも、ゴチューゼルさ、フェードでご利用せんかなって思ったけど、ここはさすがにね、ポリゴン Z に、影踏みだ、こいつ。こいつ、影踏みだ。くっそ。いや、でも、フェードでご利用せんな、こいつ。多分。いけるいける。ご利用せ。フェードでご利用せ。半分は食らう。そうそうそう。ただ、ここでね、これは勝ちです。もうこれは勝ちです。勝ち。これは勝ち。いや、コスモパワー一回積んだところでさ、次の攻撃は、耐えないよね。どう考えても耐えないもん。ダメちゃかい。攻撃出力値140からもね、タイプ1フレアドレイもダメちゃかん。これ多分相手のザシアンだと思うから、フレドラで一発でやって勝ち。守るか。まあ、食べ残しの回復量稼いできた感じか。いやでもそんでね、HP の16分の1だけの回復量じゃね、このフレドラのダメージはしのげないよっていう。よし。まあ、いけるよね、さすがに。あのダメージ量的に。
防御1段階上がったけど。いや、落ちるよ。さすがに落ちるよ。ここ落ちんかったらかなりやばいんだけど。で、平野の反動ダメージがかなり蓄積してるっていうのも地味にやばいところ。ザシアンがな、電光石火とか持ってるとまた話がややこしくなってくるんだよね、実は。どうなんだろう。このフリザーの反動ダメージと、ザシアンの電光石火で平野落ちる？落ちちゃうから、それで。それで落ちるか。いや、さすがに耐える。大丈夫。いけるいける。ザシアンの電光石火ってタイプ1だもんな。いけるだろ。やっぱザシアン。よし。まあ、多分ここでオーバーヒー、オーバーヒーじゃない。いや、ここでフレアドライブで、一発で倒して終わりなんだよ。いけ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 。頼む。電光石火持ってないで。電光石火持ってないで。頼むから。頼むから。頼むから。素直に落ちて。素直に落ちて。来い。来い。相手の選択肢、どうなんだこれ。どういう迷いなんだろう。あのね、平野を舐めてザシアンがなら、フレオドダイも一発耐えると思ってほしい。ここは。あー、電光石火普通に寄ってくる。まあね、まあなんか勝てそうで勝てないし多いんだよ。なんなんだろう、これ。まあ、ボリボンで、あ、ボリボンは完全にサポート役のせいで、まあ、実質的に2体だから戦うのは厳しいっていうところなんだけど。でもね、もう少し練習したら勝てるようになる気がするからね、ちょっと、まあ、どこ以外でもこれ、パーティー使って対戦やってきますね。はい、というわけで今回はここまで。というわけで皆さん、また、この、